心沙織というのはちっちゃい、ちっちゃいちっちゃいところです。まあそこで自由に活動してるって感じですね。日々の、活動にいらっしゃる方は入れ替わり立ち替わりなんですけれども、7、8人、あとは契約っていうかうちの方に来たいっていう方が20名というくらいになっております。そうですね、知的だけではなくて3障害です。身体、知的、精神の方がうちの方ではいらっしゃいます。その中で、サオリ織を中心にした活動をしております。一番初め糸を選ぶ、そして、自分で制作する、そして作品になって、そしてまたこういうところで販売するところまで見えるわけじゃないですか。そしたらやっぱり楽しいじゃないですかね。一人一人が作家になっていくのが夢ですね。作品の売り上げは、おのおのに、作者に行きます。で、そんな感じでみんな収入は月によっていっぱい作品が出たとか売れたという感じのこと人がたくさん、あとちょっとサボっていた子は、ちょっと少ないかなって感じですね。どこどこの販売で見たのであれと同じものを送ってくださいって言われたりとかっていうことで、なんか見ていただいた方が私たちに注文してくださる。見ていいなって言ってもらえるのがいいですよね。ただの支援じゃなくて見ていいな、うちの方の仮設を訪れてくださった方、みんな折ってください、一段でもいいので折ってくださいってみんなで折っていただいて13メートルのマフラーになりました。それを今日は展示って、今度はどんなプロジェクトになるかわかんないけど、その、あれを作品にして販売に回すんですよ。それを、再建に向けての、資金に回していくっていう風にするんです顔もわからないし声もわからないし、どういう人たちがやってるのかもわからないので、なるべくこうそれでもアクセスしてくれる人たちに、自分たちがこういう人たちを分かってもらえたらいいなと思って、いろいろ工夫してます。被災地だからどうというわけではなく、今心沙織で日々できている沙織織の作品はとても魅力のあるものなので、全国的にこう発信していって、その魅力に気づいてくださる方がたくさんできると、復興に向けてもそうですけど、これから長い間活動を続けていくにあたってすごく大事なことなんじゃないかなと思っています。